どんな感じだった？うまくいきそうか？わかんない。私の見たところだと、ばっちゃんの印象は最悪。みーちゃんのおばあちゃん、全然怒ってなかったよ。そうなのか？うん、全然。おじいちゃん、どうでした？鬼ババは。オケだってさ。お嬢さんのオケサインが出たのさ。だからケイチ君、君の好きなようにやっていいんだって。本当ですか？鬼ババ様にはケイチ君くらい大立ち回りをしたあげく、鬼ババ様がその男気に惚れて特別に許したって、それくらいの物語がないといけないってことなんだよ。やったー。俺感謝します。今度日を改めてお礼に来ます。それはやめといた方がいいね。今度こそ日本刀で追い回されるよ。それだけは。さっきの勢いはどこへ行ったんだか。